はい、菊祭りに合わせて、手水の場所も、菊の花がたくさん入っています。今コロナの影響で、被写区は撤去されているみたいです。ここ風間稲荷神社です。はい、ここでは、先ほど申した通り大島久志さんが柏木由紀子さんと結婚した場所です。大島久志って誰でしょうかって、上を向いて歩こうを歌った方ですよ。日本を代表する偉大な歌手です。